エディメルクス、エディメルクス、エディメクス、1945年6月17日隊は、ベルギー、出身の自転車プロロードレースの選手。また、この人物の名前に由来する高級スポーツ自転車のブランド。本校ではその両方について説明する。なお、ベルギー人なので、エディは、エドワードの愛称ではなく、本名である。ツールドフランスとジロでイタリアを、 それぞれ5回ずつ、ブエルターエスパーニャを1回制覇しており、ツール通算ステージ34勝、単年ステージ8勝、マイオ・ジョーヌ・ホジニス数96日はいずれも、ツールにおける最高記録である。また、世界選手権でも3回、アマチュア時代も含めれば4回優勝。さらにミラノ・サンレモを7回、リエージュ・バストーニュ・リエージュを5回制するなど、クラシックでも数多くの記録を残し、 1>, 1シーズン54勝というシーズン最多勝記録も保持している。ちなみにシーズン50勝以上を3回達成しているほか、パトリックセルキュートタッグを組んでトラック競技でも勝利を重ね、16年間の競技生活で通算525勝、内プロ時代に425勝を挙げた。同一年度にツールドフランスとジロでイタリアの両方を制する。 ダブルツールを1970年、1972年、1974年の3回、達成。1974年はさらに世界選手権も制して、トリプルクラウンを史上初めて達成した選手でもある。前世紀だったモルテに、所属時代には、その攻撃的な、走り、出場するすべてのレースで勝利を目指したど欲さから、他の選手たちにザ、ザカニバル、 人食いの異名で恐れられた、ただし、本人曰く、他の選手から直接この名で呼ばれたことはないとのこと。その数々の伝説的異業により、ロードレースファンからは、ファウストコッピと並んで、カンピオニッシュも、イ、カンピオニッシュも、チャンピオンの中のチャンピオンと呼ばれている。百六十一年に十六歳で競技を始めたが、百六十四年には十九歳の、 若さで東京オリンピックのベルギー代表のロード選手に選ばれ来日。記録は4時間39分51秒。1964年東京オリンピック時代は正式記録が秒単位であったため優勝記録と同タイム。ただ細かくは4時間39分51秒74で3位と同タイム。写真判定で12位だった。本レースは稀に見る混戦で。 30位前後の選手まで、メルクスと100分の1秒まで同タイムだった。なおメルクスが、レース後半で転倒していなければ優勝したはず、との風説もあるが、メルクス転倒の事実自体が未確認である。さらに、アマチュア世界選手権を制するなど、すでに大気の片鱗を見せ始めていた。1965年に、プロに転向。 翌1966年にいきなりミラのサンデモで優勝して衝撃のデビューを飾ったものの、この年は大きな勝利はこの一つにとどまった。しかし1967年はミラのサンデモの連覇を皮切りに、ヘント・ウェベルヘムやフレッシュはロンヌなどのビッグレースで優勝。ジロでイタリアではステージ2勝を挙げ、世界選手権も制し、一気にトップレーサーとなる。 1968年にはパリ・ルーベを制覇したほか、ジロでイタリアで初めての総合優勝を遂げ、1969年はパリ・ニースの総合優勝を皮切りにクラシックレースも次々制覇。その勢いのままツールド・フランスでもステージ6勝を含む総合優勝を達成。そして1970年には、 ジロでイタリアとツールドフランスの両方を制して、ダブルツールを達成。最強の座を確たるものにした。1971年もツールドフランスの連覇を、はじめ、ミラーのサンレも、フレッシュはロング、リエージュ・バストーニュ・リエージュ、ジロディ・ロンバルディアと数々のクラシックで優勝。さらには、世界選手権で2度目の優勝を達成した。1972年には、 自身二度目のダブルツール達成。さらに、メキシコでアワーレコードに挑戦。49.243195km の新記録を叩き出し、世間からは、これを塗り替えることは永遠に不可能とまで言われ。さらに1973年は、ジロでイタリアとブエルターエスパーニャで優勝したホカパリ、ルーベで3回目。 リエージュ・バストーニュ・リエージュで4回目の優勝を飾るなどクラシックでも大活躍た。1974年には前人未到となる3度目のダブルツールを達成。ツールド・フランスでは史上最多となるステージ8勝という圧倒的な成績を残した。さらにこの年は世界選手権も制して史上初のトリプルクラウンを達成。 栄光の絶頂を極めた年となった。そして1975年も春のクラシックシーズンを絶好調で終えるが、ツール・ド・フランスでは、ベルナール手船の前に苦敗を喫し、2位に終わる。しかし、これは、メルクスの力が衰えたからではなく、第14ステージの山頂ゴール手前でメルクスを嫌う、観客に腹部を殴打されたのが原因であり、 これによって、次のステージから急激に体調を崩し上に、落ち射して、顎を骨折、物を咀嚼できない状態になった。そのため体調はさらに悪化しちを吐くまでになり、誰もがリタイアすると思ったが、最後まで走り抜き、しかも優勝を諦めずに何度もアタックをかけ、周りを驚愕させた。しかしその無茶がたたって、以後は急速に走りに精細を欠くようになり、 1976年に7回目のミラノサンデモ制覇を達成したのを最後に大きなレースでの勝利からは見放されてしまう。結局1978年に引退。引退後はウーゴ・デ・ローザに指導を受け、ブリュッセル郊外でバイクフレームの製作工場を起こした詳細は後日、その他、現在ベルギーの自転車関係の団体の委員を歴任。 1996年には、ベルギーの国威功用に貢献したということで、ベルギー王室からも男爵の爵位を送られている。2010年現在は、ベルギーオリンピック委員会の委員を務めるほか、ツアーオブカタール及びツアーオブオマーンの運営にも関与している。78年引退。1964年、1965年、勝率13%。 1966年、勝率21%。1967年、勝率23%。1968年、勝率24%。1969年、勝率33%。1970年、勝率37%。1971年、勝率45%。 1972年、勝率39%。1973年、勝率37%。1974年、勝率27%。1975年、勝率25%。1976年、勝率13%。1977年、勝率14%。 メルクスは引退後、現役中に使用していたフレーム制作を依頼していた、ウーゴでローザに指示した後、自身の名を冠したフレームメーカーを創業した。現在では、ただ有名選手の名を冠しただけのメーカーではなく、積極的にフレームの改良を行い、ビギナー向けから TT 用のフレームまで制作するレーシングブランドとして確立した。1973年から、 宮田工業は、エディ・メルクスブランドを使用し、ジュニアスポーツ、ロードレーサー、ランドナーなどを生産したが、成功しなかった。しかしこれにより、宮田工業は、スポーツ車を生産する下地を作った。2008年現在、日本での輸入代理店は、深谷産業である。なお、メルクスは2008年に、健康が第一との理由から同社を売却し、経営から退いている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。